地肌に薬がついてない、いかにこう自然な風合い、解説を聞いた後もう一度ね見返してもらえると、イエイ。はい、こんにちは、のべや本店ののべです。今日のテーマは乾かすだけで決まる髪、こういった内容でお届けしたいと思います。どういうことかというと、普段あなたはヘアスタイル、ね、セットするときどんなことをしてるでしょうか。ドライヤーとブラシで一生懸命ブローしたりね、アイロン巻いたりカーラー巻いたり、いろんなことをしてるかもしれない。でもね、ここ信屋本店では基本的に最終的には乾かすだけ、しかもプロじゃなきゃできないテクニック一切使わない、ママが娘の髪を乾かしてるかのような乾かし方、これで仕上げるのが通常なのね。要するに次の日からゲスト本人が自分で乾かしてもそうなるように切ってる。これはね、もうこの業界入って30数年経つんだけど、本当に長い間どうやったらそういうふうにカットができるのかってことばっかり考えてカットしてました。乾かすだけで形になるってどういうことなんだろうと、通常世の中でね、これが常識ですよと、美容業界ではこれが当たり前ですよと言われてるカットをしてる以上、どうもそうならないなと思って20代の頃からずっとそのことばっかり考えてました。そこで今日はこの後実際に施術のシーンを見てもらいます。ちょっとね、申し訳程度にカラーリングの特徴だったりカットに対する考え方、そういったことも少し、含まれてるんだけど、ゲスト本人にドライヤーをお渡しして実際に乾かしてもらってます。そして最後はこのノブさんがスタイリング剤をつけてお帰りいただくんだけども、実際乾かしたのはゲスト本人のみと、そのリアルなシーンを見ていただきます。ちなみにビフォアがこちら。これね、前回来てくれてから1ヶ月半ぐらいなんだけど、かなりいい状態だよね。まあなんならもうちょっといけるんじゃないかなと、という感じはしてるんですけど、もちろんさらにぐんぐんと可愛くなっちゃってます。気になる仕上がりはこちら。この仕上がりこそ、ドライヤーは彼女自身にやってもらった仕上がりなの。かなりいい感じになってるでしょ？今日の流れとしては、この後施術のシーン見てもらいます。その間も、のぶさんが解説をします。そしてその後、ドライヤーのね、乾かし方のちょっと採点と言ったらおこがましいんだけど、アドバイスをしたいと思います。こういうところは良かったよ。こういうところはもうちょっとこうした方がいいよ。気をつけようね。みたいなね。そういったことをアドバイスします。今日この動画をご覧の大人女子のあなた、かなり参考になるんじゃないかなと思います。そしてその後、おなじみ、あの、のぶレディオのコーナーがございます。そこでちょっとね、重要な告知をさせてもらいますので、必ず最後までじっくりとご覧ください。では、行ってみよう。では、解説します。まずは、カラーリングからね。彼女は結構ね、白髪は多い方ではあるんだけど、もともと明るめに染めてるから、そんなにこう、根元から伸びてきてる方がね、激しく気にならない。暗く染めるとどうしてもね、その、染まってるところと、新しく生えてきたところの髪の毛の、色の差が激しいからね、根元から白髪出てきちゃったなっていうのはもう、下手すると2週間3週間ぐらいでね、気になり始めちゃうと思うんだけど、こんな風に、明るく染めておくとね、伸びていくというか、時間が経つにつれてどんどん染めたところも明るくなって、さらに明るくなっていくから、あんまり根元気にならなくて済みますよと。そして地肌に薬がついてないっていうのが特徴ね。白髪染めなんだけど地肌につけずに染めるっていうのが、この信屋本店のぶさんのカラーリングの特徴です。それでも最終的にはもちろんしっかり染まるからね、地肌がヒリヒリしたりしないと。そしてここからカットです。このカットがどうやったらね乾かすだけでいい感じになるかなと思った時に、なるべくその素材に無理をしないってことだなってことに行き着いたのね。もちろんまだまだこれから多分いろんなことに気がついて、もっともっと進化していくつもりではあるんだけど、結論から言うと髪の毛を引っ張ったりしない、それが一番だったのかなって今でも思うね。これ今襟足はレザーカットでしてるんだけど、あとはね、切り揃えないってこと。切り揃えるとどうしてもね、その切り揃えた場所に髪の毛が落ちないとそうならないみたいな感じになるなっていうのはすごくね、つくづく今でも思うね。いかにこう自然な風合いにして、髪の毛が乾かしただけで落ちる場所に、無理をせずに、カットするのかってことが、やっぱり乾かしただけでいい感じになる髪の毛にはすごく大事なんだなってことはね、やっぱり日々実感しながらカットするね。
前髪がね、ちょっと彼女はちょっとおでこが広くて前髪が薄くなっちゃいやすい、それを気にしてるから顔周りはかなり慎重に、切っております。でトップの軽さを出して、これちょっと早送りでねザザッとやっちゃってるけど、やっぱり自分のねそのノブさんのこだわりがぎっしりと詰まったカットです。切り揃えてないでしょ、まあ、もちろん前髪なんか切り揃えてね、切り揃えた方がいい場所とそうじゃない場所っていうのはもちろん使い分けるというかね、切り方は本当にあれこれ考えながら切っております。このゲストはあの香里さんというんだけど、香里さんはね、切ってる時寝ちゃう人だからね。さあここからいよいよドライヤーです。ちょっとチェックポイントをいくつかね見ながらいきましょう。まず一番最初がちょっとよろしくなかったな、まあ、NG ポイント1としましょうか。この辺全然いいね。あ、これはねちょっと NG ポイント2ですね。今これね何がよろしくないのかみんなね、見てるあなたも想像しながら見てほしいのね。ここはいいですね。あ、ずっといいですね。あ、ここちょっと良くないかな。あ、ここ良くないね。NG チェックポイント3かな、ここはね。なんで良くないのかね、考えながら見てください。なんか荒探ししてるみたいでね、性格悪い感じになっちゃうけど、あ、ここもまあちょっとあんまりよろしくないかな。これこのあとね何がよろしくないのか、どうすればよかったのかってことは、解説するし、もちろんこの彼女本人にも伝えてあるからね、ちゃんと。あ、ここもよくないですね。ここチェックポイント4ですね、これ。で最後のね、この後の解説を聞いた後、もう一度ね、見返してもらえるとね、すごく分かりやすいと思うね。そしてドライヤーが終了と。手串でパッパ。全然悪くはないよ。全然悪くない。うん、全然悪くない。ニコニコ。で、この後ね、乾かした状態でもう少し、ドライカットで調整します。濡れてる状態でカットした時にね、もちろんそれで終われば本当は一番いいんだけど、どうしても乾いた時初めて出てくる現象っていうのがあるから、それを目で見ながら切っていくって感じね。もっとこうなっててほしいな、ここはこうなっててほしいなっていうところにこうその目的のための手段としてカットがある、そんな感じだよね。もうでも形全然いい感じになってるでしょ。整髪料も何もつけない、本人が乾かしただけでいい感じになってるのが分かると思うね。しかもドライヤーはNG ポイントがいくつかあったんだけど、それでも全然もう全くこのままで問題なし。ただこの後ちょっとね、アドバイスはさせてもらいます。何しろビフォーがすごく良かったからね、自分で乾かしてみてっていう話になったわけね。でこれは今スプレータイプのワックス、過去の動画でも紹介してるアリミノのねスプレータイプのワックス、根元に振ったら手に伸ばして、毛先につけると。で手口でパッパで終了ね。香里さんはとにかくねこのおでこがちょっとね本人も気にしてるから、ちょっとそこの部分は丁寧にやってます。もうなんかもうこのままお出かけできちゃう感じね。はい、かわいい、ニコニコです。イエイ。
という感じで見てもらいましたが、いかがだったでしょうか。まず結論から先に言いますと、彼女ね、香里さんの自分のドライヤーの方法、若干の注意点はあったけど、結局のところ結果オーライです。結果オーライ、そうなんです。俺がいつも思うのは、やり方云々じゃなくて、最終的にいい感じになってはそれでいいじゃんっていう感じなのね。俺はそういう考え方です。なので最終的に今日はいい感じになったから、あれはあれでよし、ただし一歩間違えると結構危険なやり方をしてたぞと、そういったことをこれからちょっとお話ししたいと思います。1、ドライヤーを真っ先に前から後ろに当てちゃってたのね。前から後ろ、そうすると香里さんのようにおでこが広いことが気になってます。そしてパカッと分かりやすい人、こういう人はいきなりそこがバカーンと分かれた状態で乾いちゃうと。これはね、今ご覧の大人女子の皆さん、多くの人が実は悩んでたところだったと思います。何抜きなしに前から後ろに乾かす、そうすることで前髪がパカッと分かれちゃう原因、自分で作っちゃったりするのね。まあ繰り返しになるけど、今日は結果オーライでなんとかセーフ、ギリギリセーフみたいな感じだったんだけど、いきなり前から後ろに風を当てる、これはよろしくないです。チェックポイント2、これはね、かつての動画で、ちょっと言ったことあるんだけど、ドライヤーをプルプルする、ね、これ美容師さんでもやらない人探すのが大変なぐらい誰もがやるので、右手で持ってる時はプルプルするんだけど、左手に持ち替えると急に動かなくなるという。つまりこれって何か目的があるんじゃなくて、ただの癖なのね。試しにね、これドライヤーを仮にここ持つと、みんなこうやってやらなくなるのよ。例えばこうやって持ったりするとやらなくなる。これ持ちやすいからついやっちゃう。でも左手では やりにくいからやらない、誰もね。じゃあこれやるとなんかデメリットあるかっていうと、要するに乾くの遅くなるわけね。例えばお洋服ビチャーとお水こぼしちゃったという時に、こういうふうにやる人多分いないと思うんだよね。乾くの遅くなるの分かるから、ずっと当てっぱなしの方が早く乾くじゃない。でも髪の毛になると急にこう振っちゃう、しかも右手だけ、これはよろしくないんじゃないかなと。もし早く乾かしたかったら右手は振らない方がいいです。そしてチェックポイント3、このトップの乾かし方、かなりね、真上からこんな風に当ててるシーンがあったんだけど、これはね、根元をぺっちゃんこにしちゃう。だから俺はいつもトップをふんわりさせたかったら、横横横とやるように言ってるわけね。上からやると根元がぐっと潰れて、それこそ分け目ができちゃうし、前から見た時ぺちゃんとした感じになりやすい。そしてチェックポイント4、サイドを乾かしてる時に、実は前髪にもブワーンとこう風が当たっちゃってるのね。これね、例えば俺もそうだし、彼女香里さんもそうなんだけど、一瞬ドライヤーが当たっただけで結構その癖がついちゃいやすい髪質なの。そういう人ってサイドを乾かしてるつもりでわーっと何時なしにやってる時、前髪もボボボボってこう上がっちゃってる時があるの。そうすると前髪が降りてこないのはもちろんなんだけど、やっぱりそのパカッと分かれちゃう癖がつきやすい。これね、あの2番のドライヤーを振るのあったでしょ、振るの振らない方がいいよっていう、あれを振らない方がいいっていう理由の一つでもあるんだけど、ブルブルこう何の気なしに振ってると、ここにもボン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 当たるんだよね。サイドを乾かしてるつもりが前髪にも当たりやすい、だから他を乾かしてる時に狙ったとこだけ当てたかったら振らないこと、そして何の気なしにやってる時にこう他のね、乾かしたい場所じゃないところに風が当たってるのに無頓着にならない、これが4番でした。でも最終的にいい感じになってたから、まあギリギリセーフ、結果オーライ、これでいいんです。ただしね、こういった何抜きなしにやってることが日によっての出来不出来を作っちゃったりするの。なんである時はいい感じになるのに、ある時は良くないのかなと。これっていうのは何抜きなしにやってる癖が偶然そうなっちゃう、それを気がつかない、そういったことで起こるので、ぜひね、意識してやってみてほしい。この解説を聞いた上でもう一度チェックしたい人は、あの施術のね、ドライヤーのシーンを巻き戻してもう一度見てみてください。ついつい自分がやっちゃってないかチェックしてみてください。それとね、今日お伝えしたかったのは、やっぱりカットが大事です。乾かすだけでいい感じになる髪、それにはカットが一番重要。今日のドライヤーのシーン見てもらって分かったと思うんだけど、もちろんブラシも使ってない、アイロンも使ってない、乾かす時に例えばテクシでこう溶かしたりね、ねじったりね、なんかいろんなそういうプロじゃなきゃできないテクニックを一個も使わずに、ただゴシゴシ乾かしてただけだと思うの。最後テクシでパッパとは整えたけどね、これはやっぱりそういったカットありきなのね。そしてこれはこのお客さん自身が乾かすだけでいい感じになるためのカットってことを何十年も追求してきました。
そしてその結果、今分かったことというのは、髪の毛、つまり髪質もそうだし生え癖もそうなんだけど、素材に無理をしないということ、極力その髪の毛が行きたがってる場所に落としてあげる、その場所で切ってあげる、そういうことなんじゃないかなと今のところ思ってます。以上、乾かすだけでいい感じになる髪の毛のお話でした。ではここからはお待ちかねノブレディオのお時間です。シャキーン、参ります。リボンさん、ここに来れば髪以外にも可愛くなれるアドバイスをくれるノブさんから楽しみをもらえます。こんなコメントをいただきました。ちなみに今日ご紹介するコメントは一昨日の動画、こちら、誰でも簡単に可愛くなれちゃうストレッチを紹介しました。そこでこのリボンさんが非常にシンプルなコメントをいただきましたが、ここに来れば髪以外も可愛くなれるアドバイスが、そうなんです、このノブや本店ノブのチャンネル、髪の毛のことばっかりじゃないんです。いろんな方面から大人女子を可愛くするためのアドバイス、ビシッバシッさせてもらってます。でね、リボンさん、今日の動画面白かったなとかね、ためになったなだけじゃなくて、必ず実践してください。俺がお伝えする情報っていうのは、特別な器具も必要ない、お金も必要ない、時間もほとんどかからない、誰にでも簡単にできる、そんなことばっかりです。なので一個ずつ一個ずつ確実に自分のものにしていってください。そうするとあなたの可愛いは約束されてます。頑張っていきましょう。リボンさん、ありがとう。次、桜さんでいいのかな、ローローさんかな、桜さんかな。最近ノブさんの声を聞きながら寝てしまいます。あー、今日もノブさんの声聞いたら眠くなってきた。こんなコメントをいただきました。いいね、ノブさんの声を子守歌に毎晩寝るっていうのいいじゃないですか。ただね、桜さん、一つだけお願いがあります。途中で寝ちゃったら内容が頭に入ってないはずだから、次の日の朝もう一度最初から見といてください。まあでも安眠できればそれでいいか、ね、睡眠導入剤と思って見てもらって全然 OK です。桜さん、ありがとう。次、メダカ屋さん、ノブさん、いつも勇気をありがとうございます。先日孫の中二女子授業参観に行ってまいりました。孫のお友達や先生から、ほにゃららちゃんのおばあちゃん超かわいいって言ってもらいました。ノブさんの言う通りにいろいろやっていた甲斐がありました。これからもよろしくお願いいたします。こんなコメントいただきました。なんとお孫さんのお友達や先生から、おばあちゃんかわいいねって言われたと。最高だね、最高。しかもこのノブさんの言う通りにいろいろやった、これは多分ね、ドライヤーの仕方とかスタイリング剤の付け方とか頭皮のもみもみとか、いろんなことを俺がお伝えしたことを実践してくれた結果だと思うの。めちゃくちゃ嬉しいです。なのでね、メダカ屋さん、お孫さんが今中2でしょ、中3になって高1になって高2になって大学生になって社会人になっても、いつまでもお孫さんにとっての可愛いおばあちゃん、そのお孫さんの周りの人からも可愛いおばあちゃんだねって言われる、そんなメダカ屋さんであり続けてください。何歳になってもお孫さんから自慢のおばあちゃんで居続けてください。応援します。メダカ屋さん、ありがとう。次、0327ルナさん、最近肩こりに悩まされていたので、運動やストレッチなどいろいろやってみたのですが、なかなか改善されなかったのに、ノブさんの動画を見ながら一緒にやってみたら、なんと首こり肩こりが解消、呼吸もスーッと楽になり、ストレスまでなくなりました。夫も楽になったと喜んでおります。毎日有益な情報ありがとうございます。明日からもストレッチと呼吸法を続けます。こんなコメントをいただきました。それは良かったね。いや、ストレッチのあの動画ね、出して良かった。他にもたくさん、ノブさんと一緒にやってみたら、すごくこんなことが起こった、こんないいことが起こった、たくさんいただきました。そしてこのルナさんね、旦那さんも一緒に見てくれてるね。そしてあれこれやってみて、なかなか改善されなかったのは、あの動画一発で全て解消みたい。旦那さんも喜んでくれたと。これは嬉しいね。きっとね、ジュンさんも大喜びだと思う。でね、こういうのって一回やってなんとなくやらなくなっちゃう、なんとなくその存在を忘れちゃう、だともったいないのね。だから昨日もお伝えしたんだけど、毎日毎日やること、そのためには生活の中のここでやりますっていうのも癖になるまでやるしかないのね。それとかつてはやってたんだけど、
ついやらなくなっちゃった。このことに気づいたら、また気づいた時すぐやった方がいい。でね、あのジュンさんの格言がありまして、皆さん覚えておいてください。いろんなことに当てはまります。それは何かというと、三日坊主も100回やったら300回。バーイ、矢川淳。どうでしょう。これ名言だよね。やらないよりやった方がいいんだと。だから三日坊主万歳なんだ。みたいなことを俺はジュンさんに聞いたことがある。いや、これね、本当にその通りだなと思う。ジュンさんっていうのはね、すごくその相手を追い詰めないのよ。いいよと。できないときはできなくていいよと。無理しなくていいよと。でもできるときやろうね、みたいな。そういうタイプの人はね。俺とは真逆。俺はもうとことんまで追い詰めるから、地獄の底まで追いかけていくタイプだからね。でね、そういうのってもう向き不向きがあるじゃない。俺みたいに厳しく追い詰めるタイプの方が燃えるっていう人と、ジュンさんみたいに優しく包み込んでくれる人の方が癒されるわっていう人ね。どっちでもいいんだけど、でも結局のところ、毎日やった方がいいのよ、やっぱり。やればやるほど良くなるの分かってんだから。なので、このルナさんがどっちのタイプか分かんないけど、もしね、これからいろんなその自分の体の不調だったりを、マイナスをゼロにするはもちろんなんだけど、プラマイゼロをもっとプラスにするためにもね、こういったストレッチってすごく重要だから、ぜひね、毎日やっていただきたいなと思います。旦那さんにもよろしく。ルナさん、ありがとう。でですね、ここでちょっと重要なお話をするんですが、おとといのそのジュンさんの出てくる首のストレッチをしようぜという動画を見ていただいた方の中で、ずいぶんね、ジュンさんの YouTube チャンネル見てくれた人たくさんいるみたいなの。さらに、そのジュンさんのオンラインサロンのアンケートに答えてくれた人がいたらしいのね。そこでジュンさんは、メールのお返事をしたいんだけど、その方、メールアドレスがどうやら漏れてたらしいの。だからジュンさんがお返事したくてもできないと。そういった連絡が来たので、もしそれ私かもと。ジュンさんに何かコンタクトを取った人の中でね、アンケートに答えました。それでジュンさんから返信が来ませんと心当たりある人は、もう一度ちょっと見返して、ジュンさんに再度メールをしてもらうか、 Facebook のメッセンジャーで連絡してもらうか。とにかくジュンさんの方は困っております。あなたに返信ができないこと、とても心苦しく思ってますので、心当たりある方はぜひよろしくお願いします。それでね、昨日の動画で、近々俺と赤ズでライブ配信をするぞと、今月中にできるぞと言ったんだけど、ちょっとね、先になりそう。3月の頭、3月一桁のどっかの日ではできます。というのも赤ズが千葉にやってくるから、日にちがね、確実に決定したら、なるべく早めに、こちらの動画の方で告知します。日にちと時間告知します。おそらくね、平日の何曜日かの夜9時から9時半の間ぐらいにスタート。俺も赤ズもめちゃくちゃ楽しみにしておりますので、ぜひ振るってご参加ください。以上、ノブレディオのお時間でした。ということで今日もご視聴ありがとうございました。ドライヤーの仕方ね、見てもらいました。ノブさんがやるのと、やっぱりリアルなゲスト、かおりさんがやるのね、またちょっと違ったりして、逆にこれをご覧のあなたにとっては、新しい発見というかね、ああ、確かにそうだわ、みたいな気づきがあったと思います。でよく俺は、ヘアに関して、メイクと比べてごらんって、このチャンネルのたくさんある動画の中でよく言ってます。お化粧はたくさん練習したでしょ？いろいろ勉強したでしょ？でも、ヘアは、てんてんてんみたいなね。やっぱりね、お化粧毎日毎日やるじゃない。もっと綺麗になりたくて勉強した、練習した、ね、お金もかけた。それと同じように、ヘアも、いつもいつも、もっとこうなったらいいな、そうするためにはこうかな、っていうふうに意識して練習を重ねていく。そんなつもりでやるとね、やっぱり上手くなっていくと思うのよ。そしてこれをご覧の大人女子のあなた、どうしても年齢とともに起こる現象、それはあります。なので、なおさらそれに対応していく技術っていうのは必要なのね。とはいえ、そんなに難しいことじゃないのよ。ちょっとしたドライヤーの当たる角度とかね、反対側の手とか、そういった程度なので、それを常に自分の頭の上で起こっている変化、そしてやってみた、その結果、それを改善する、そういった訓練の積み重ねみたいな感じ。より素敵になるため、可愛くなるためには、やっぱりそこに向き合う必要があります。なので、言われた通りにやってみたけどできなかったわ。私不器用だから無理なんだわ。ではなくて、日々研究です。明日からしっかりと意識しながらやってみてください。てなわけで、なるほど、納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。コメントの方もじゃんじゃんお待ちしております。ではまた明日会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。グーでした。